どうもこんにちは、まなです。今日は料理を作っていきたいと思います。で、結構前なんですけど、結構前に Twitter とかでちょっと見た料理を、そのままちょっと再現していきたいと思いますで、皆さんこれ知ってますか？これよくキャンプとかで使うあれですよ。なんかここに具材を入れて閉じて、あと火にかけるだけでできるっていう簡単いくらぐらいしたのこれ？これね、中古屋で買いました500円とか。そう500円でしたで、今回は豚肉と、あと、こちらにあるネギを使って作っていきます料理を。めっちゃ簡単ですじゃあ早速作っていきたいと思います。名前はちょっとわかんないんですけどね。まずネギを、切りますよ。いらない部分をね。はい、で、この部分を使うんですけど、まずこの豚肉1枚取って、この縦の幅このぐらいですかね。巻くってこと？そうそうそう。なんかアスパラをお肉で巻くみたいな。アスパラのベーコン巻きっぽくや。そう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 。なるほどね。みたいな感じで。こんな感じで、こんな感じで。うまそう。ネギを。これを焼くんだ。そう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 。おつまみ系じゃない？そうだね。開けといたら開けないかな。倒れないかな。これさ、開けとくと倒れちゃうしさ。そのまな板の端っこに置いとけばいいんじゃないの？できたやつは。あ、そうに並べて。後で入れればいい。いや、なんかこれ地道だね自分でやるって言い出したそうなんだけど、なんか地味お前さ、今朝の6時やん、超眠いんですけどもうね、元気がないわ超眠い。いや、やっぱね、朝からね、料理をするっていいじゃん。ね。ちょっとでかかった。もういっか。なんかさ、どっかのお好み屋にね、なんかあったんだよ。トマトをベーコンで巻いて食うみたいな。トマトを。だからアスパラのベーコン巻きのアスパラがトマトバージョンみたいな。ミニトマトをベーコンで巻いて焼いて食うみたいな。そんなのあんの？そうそうそう。頼む気にすらならなかったんだけど美味しいのかなっていう。どうなんだろうね。トマトって俺生で食いたい派だからさ。よくトマト鍋とかあるじゃん。あるあるある。あれもちょっと俺ね、ちょっと怖くてさ。そうだね、お兄ちゃんそういうの食べないよね。生で食う派で。生っていうかその素材の味をそのまま。そう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 、無駄なことしないすごくない？ぴったり。ちょっとお肉が。おお、うまそう。一枚余っちゃったんだけど。おシャンティーじゃん。いや、でもめっちゃうまそうじゃねこれ。めっちゃ綺麗。すごいよね。ぴったり。で、ちょっとお肉が余っちゃったんですよ、一枚。なんで、ちょっと端っこの方に入れときます。ちょうどぴったりじゃない？隙間。ね。テトリスみたいな感じで気持ちいい。超いい感じ。ほら。すごくない？ぴったりすぎる。はい、で、ちょっと待って、お肉が出てる。別にいいじゃん、ちょっとぐらい。はい、よし、OK。で、ここにごま油入れていきます。これは適量で。はい、こんな感じで。で、あとは塩コショウ。入れすぎ注意ね。そうね。入れすぎたらどうにもなんないよね。そうね。でも色にはかかってないけどちょうどいいんじゃない、上だけで。はい、こんな感じです。おお、うまそうだな。いいよね。あとこれを蓋閉めて蒸し焼きみたいな。そうそうだね、蒸し焼き的な感じです。これで蓋をすると。はい、であとは火にかけて、まあ、じっくり煮込むっていうの、なんていうの、焼くじっくり焼くそれだけです。あ、最悪ね、肉にさ火が通ればネギって食えるよ。まあね、でも辛いんじゃない。ああ、やっぱ噛みちぎれない。うんまあなんで、まあちょっとこっからはまあ10分ぐらいかな、両面焼くのに。5分でそんぐらいか。まあ待っててください。はい、そろそろいいと思うんですよそろそろいいと思うんです。すごいいい匂い。おお、うまそう。おっと、やばっ、いいね。これはうまいんじゃねえか。完璧じゃない。これ居酒屋にあるわ、多分。はい、まあちょっと乾杯していきましょう。まずは、あ、待って、当ててあげるちょっとカメラやってますからはい、どうぞ。ありがとうございます。手ぶれしないように高いやつ。よいしょ。はい、乾杯。うん、ほらまあもういいと思うんで、もう止めていいんじゃない。すっごい煙。あったか、あったかいそりゃそうだろすっごいいい匂いする。やばいね。うん、ちょい塩コショウ足す。そうだね、反対側にも。反対側だよね。これ別によくない。こっちにかけたって結果的にあれじゃん。うん、まあね。どういい感じだよね。これなんつうの、これ飯テロっていうの、こういう、あ、よくあるじゃん、ツイッターとかさ、夜中にこういう美味しそうな動画とか写真載せる。やばい、反対側焦げてるわ。ちょっとうわー、やばい、やっちまったやつや。じゃあ反対側めくんなくていいじゃん。そう、見栄え悪いや別にそんなことする必要ある？なんでさ、汚い方を上にしてさ、食欲なくすのもうそのまま食えば美味しそうに見えるのにさ。はいまだなかったことにとんでもないことになってたけど今はい、じゃあまずはお兄ちゃんからどうぞ。絶対強い、絶対強いな。絶対熱いです。ああ、はい、あ、熱いあ、うまい。鳥みたいだったよ。あ、辛いうまいけど、あ、苦っ苦っ。ネギが苦い。あ、ちげえ、焦げだよ、焦げ。あ、焦げか。苦っ。ちょっと反対側やりすぎちゃったね。弱火でやってたんだけどね。反対側、こっちはね、めっちゃ綺麗なんだけど、こっちがね、ちょっとあれだったね。ちょっと今度から注意だね。まあでも、食えないことはないから、いいアクセントよ。プラス思考でいこう。じゃあ、私はお肉を。いただきます。おお、だべ。熱いべ。うん。うまっ。肉うまっああねえ、ちょっともう一個くれる？え、待って、うめえな。肉超うめえんだけど。あ、あ、きて、うん、うまい。塩コショウの肉うまい。うん、あのね、これネギいらなくてもいいね。肉だけぶち込んで、これフライパンで焼けばいいやん。いや、なんかこれで焼いた方がうまくない？うまい感じがする、確かにこれでね、ね、ね、うん、いや、でもこれはいいんじゃない？うん。ありだと思う。何より楽だったね。楽だった。だって巻くだけじゃん。巻いて、ぶち込んで、あとごま油と塩コショウでやって終わりっていう。はい、まあこんな感じで今日はキャンプ飯、キャンプ飯って言えばいいのかな、まあネギを肉で巻いただけなんですけどまあキャンプ飯を作ってみたんですけど、まあどうでしたか？なんか私的には全然良かった、味もうまかったし、あとは楽何よりあと雰囲気、ああそうね絶対キャンプで作ってほしい、これはキャンプ行く人は全然ありだと思う。いいつまみになると思います。なんで、まあもしよかったら家でも簡単に作れるんで、もしよかったらなんか言ってるもしが多いなもしよかったらキャンプでも家でも作ってみてください。はい、はい、じゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。まあ、もしよかったらまた言っちゃったグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバイ。